ビビアン・マグラスは、オーストラリア・ニューサウス・ウェールズ州、マジー出身の男子テニス選手。1930年代に、オーストラリアを代表する選手の一人として活躍し、1937年の、全豪選手権男子シングルス優勝者になった。彼は、地元の全豪選手権だけでなく、全仏選手権でも、男子ダブルス3年連続準優勝の成績がある。マグラスは、 両手打ちバックハンドストロークを世界に紹介した選手としても知られる。フルゲームはビビアン・エルツラムベデマグラスという愛称のビブマグラスでテニス文献や優勝記録表などに記載されることも多い。右利きの選手。若い頃からテニスの天才少年と呼ばれたマグラスは1932年に16歳で全豪選手権のジュニア男子シングルスに優勝し、 本戦でもベスト8に進出した。この準々決勝で敗れた相手が日本の佐藤二郎であったことから、マクラスは早くから日本人選手たちと深いつながりを持っていた。1933年、マクラスはチーム史上最年少の17歳でデビスカップのオーストラリア代表選手に初選出された。初めての海外遠征でマクラスは 全仏選手権でもジュニア男子シングルスに優勝し、この大会から3年連続で全仏選手権の男子ダブルス決勝に進出した。ここではエードリアン・グイストとペアを組み、イギリスペアのフレッド・ペリージョージ・ヒューズ組に敗れて準優勝になる。全仏選手権の終了後、デハイ、ヨーロッパゾーン準決勝でオーストラリアは日本と対戦し、マグラスはシングルス第二試合で、 佐藤に勝ったが、第4試合で、布井亮介に敗れている。年末の全豪選手権では、マグラスは準々決勝で、アメリカの強豪選手、エルスワース・バインズを破り、準決勝まで進出した。1934年のデビスカップでも、オーストラリアと日本との対戦が決まったが、エースの佐藤二郎が遠征中に、マラッカ海峡で、闘神自殺したため、日本チームは弱体化した。 この対戦では、マクラスは、シングルス第一試合で、山岸二郎を破っている。この後、マクラスは出敗で、日本チームとの対戦はなかった。1934年の全仏選手権、男子ダブルス決勝では、マクラスは、ジャック・クルフォードとペアを組み、地元フランスのジャンボロドラジャック・ブルニョン組に敗れた。1935年、マクラスは、全仏選手権とウィンブルドンで、 シングルスのベスト8に入り、2大会連続で、ドイツのゴットフリートフォンクラブに連敗した。最後の全仏選手権男子ダブルス決勝では、パートナーは、ドンターンブルであったが、同じオーストラリアのエイドリアン・クイストジャック・クルフォード組に敗れ、ここでは3年連続の準優勝に終わった。マグラスは、地元の全豪選手権で、1935年の、 男子ダブルスと1937年の男子シングルスに優勝する。1935年の男子ダブルスでは、ジャック・クルフォードとペアを組み、イギリスのフレッド・ペリージョージ・ヒューズ組を6から4、8から6、6から2で破って優勝した。そしてついに、1937年の全豪選手権でマーグラスは、男子シングルス初優勝を達成する。 1933年から1936年まで、シングルスでは4年連続のベスト4で止まっていたが、初進出の決勝で、ジョン・ブロムウィッチを6から3、1から6、6から0、2から6、6から1のフルセットで破り、21歳でシングルス初映画を獲得した。対戦相手のブロムウィッチも、当時のテニス選手としては変則的なスタイルで、 フォアハンドストロークとバックハンドストロークを共に両手打ちしていた。マクラスは1937年まで5年間デビスカップ代表選手を務め、全豪選手権には1940年まで出場した。最後の全豪出場では、マクラスは男子ダブルスでクロフォードとペアを組み、決勝でエイドリアン・クイストジョン・ブロムウィッチ組に敗れて準優勝になる。 クイストとブロムウィッチは1938年からペアとして全豪男子ダブルス連覇記録を始めていた。しかし、第二次世界大戦が勃発すると、マグラスも軍役につき、1941年11月からオーストラリア帝国軍にて輸送の仕事に携わった。戦後、マグラスは1946年5月に退役を、 認められたが、もう二度とテニスの総熟選手だった頃のフォームを取り戻せなかった。戦後の彼は手首や足などに関節炎を患い、前足の発作にも悩まされた。その後は更新の育成に携わり、オーストラリアの首都キャンベイラの日本大使館でコーチを務めたこともある。マグラスは1978年4月9日、感情動脈閉塞症のため62歳で死去した。 彼の葬儀には、現役時代のライバルだったジャック・クロフォードとエイドリアンクイストも出席し、棺の付き添い人を務めた。ありがとうございます。